うもサクサクミルクの赤崎です。瀬尾です。お願いします。よろしくお願いします。はい。はい、さあ明けましておめでとうございます。はい、本日一発目、あ今年ね、一発目ラーメン角馬というね、うん、店舗群馬県の二郎系から今年は始めましょうということでございますね。JR、上越線の群馬総社駅というところが最寄り駅になるんだけど、うん、まあ、車で行ってくださいということで、45分徒歩そうね、うん、ほぼ最寄りとは違うかもしれん、うん、車が9台あるんで駐車場止めるとこね、はい、行ってください。そして食券を購入しますと、お店の椅子と、ね、立ち待ちで7人ぐらい中で待てますんで、はい、ね、勝手中に入りましょうということで、麺の大きさとかを、まあ、聞かれるんで、椅子の座ってる時とかに手元にこう、ね、食券を準備しておいてください。すぐ出せるように、はい、しておいてね、頼むよ、はい、お願いします、ね、で今回は大量のカツオの粉がねおすすめ。カツオくん、カツオくんです。カツオくん、カツオくん頼んでますね。わかめちゃんはいないです。わかめちゃんいないんですよ、残念ながら。ありそうだけどねこちらが小ラーメンの、全部マシマシで味付けうずらとカツオくんがいっぱい、ね、はい、いっぱいかかってますが、今回は8人でなんと言ったんで、うん、お座敷を準備してくれて、はいはい、あの上がって食ってますということでございますね、うん、野菜からじゃあいっちゃおうかなということで、はい、ね、この日あったかかったんで冬だったけども、まあ、ちょっとこうめくってね食べてますけども、うん、バランスのいい茹で具合のお野菜でございますね。非常にバランスがいい、クタでもない、シャキでもないぐらいの、ちょうどいいと、ちょうどいい、ね、そして豚はですね、あのかなりスープをもう染み込んでる、あーもう味がもう、そしてホロホロ豚、あの噛むと汁がうわー出てくるタイプの、はいはいはい、美味しい豚でーすね。そして非乳化でね、ほのかに甘みを感じる金子醤油を使ってらっしゃった、あーもう金子を、そうなんです、金子のスープでございます、はい、ね。そして野菜カツオくんですね。野菜カツオくん、野菜カツオくん、なんか名字みたいな、一緒に食べて野菜って名字は知らんけど、ね、あのカツオのカツオっていうのは知らねえだろ、まあそもそもねもうアニメの話になってるけど、まあまあね、あの風味がすごいね、続いてね豚カツオくんもいきますけど、はい、カツオくんがね喉にね豚を連れてくるんですよ直接自分で頬張ってるからもうおよく見ている、ね、い見なくてもわかるよ。そしてねスープ野菜カツオくんね、この大量に金子を吸収した、カツオくんがね、はい、パワーをどんどん送り込んでくれる、うん、いやーここまででどんどんエネルギッシュになってきてますけども、もうメインを張る麺、はい、うわすごい引き出し、あどういうこといやもうお座敷なんでもう取りたい放題ということで、なるべく早めに食べてますけど、ご飯の時遊んじゃダメですよそうね、早めに食べてないし、いやあれです、あの冷ましてるから、俺はあれ意味がある麺揚げだから、これ先に言ってくれ、冷ましてるんですよあれで、680円で少なめ、ラーメンでも多い人にはすごく多いね、なので麺少なめにも対応してらっしゃいますので、こんな角度も取れちゃうよということでね、うおーっと引き出していくんですね、よいしょー、でこの麺をパクリと、はい、いやー美味しそうな映像ですね。まだ今日ご飯食べてないからねみんなねいやいや、まあそうなんだけど、そうだけど、うん、あそして油野菜カツオくん、もうカツオくんがもう、もうあれスピンオフだね、もう主人公として出てきちゃってるけど、もういろんなとこでねえ、呼びようで何とでもなるあのスピンオフ、スピンオフです、カツオくんのねえバカうまいです。さらにあニンニクは単独でちょっと仕掛けていきましょうか、もうまあ、ちょっとこう崩してね、はい、いつものようにカツオシャワーを、カツオシャワーというかね、単独じゃないじゃん結果カツオくんとしてなってニンニクです、ニンニクニンニクカツオくんとニンニクの無理やりそんな、名前しなくて、まあ、このカツオくんに吸収されたニンニクの汁がねまた濃厚なんですよ、うん、どん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 いろんなもんをこう集めてって、はい、スタッフが多くなっていくと、スタッフというかカツオくんの周りのこう演者さんたちが多くなっていくスタッフやっちだよスタッフじゃないじゃんあのうずらはほんのりと甘みを感じるうまさですね、はい、黄身にスープを染み込ますととっても美味しいですよということで、うん、そして卓上にカネシもあります、あ、ね、なるほど、ギューッと締まっていって、そして詰め替えタイプのホワイトペッパーなんですね、結構していきますよ、ね、結構だな、カツオの粉、胡椒の粉、奇跡の融合ということで粉々のね、豆で、うん、そうそうそう
ダブルパウダーに染みた風にし、これが醤油味覚で、すごい衝撃的でしたよ。あーあーどうした、あファイナルウズラか、ファイナルウズラでした。ファイナルウズラ、バグッと一口デザートのように食べるのがおすすめですね。おすすめなんだそれが。最後に残ってたみたいなおいしさですね。おっ、というわけで、おお、濃い、濃厚だよね、見た目からしても、ね、まあ、魚粉も溶けてるんで、うん、色合い的にはごってりになりますけども、ごってり、ごってりになりますけども。というわけで、マシマシレベルは 89.8 いただきます。ございましたね。群馬の二郎系初めて行きましたけど、うん、もういやー、でもね、やっぱりね、まあ、我々埼玉県に住んでるけども、はい、隣といってもやっぱ遠かったっすね、群馬県。いや、まあまあそうじゃない、なかなか、やっぱだから気軽に行けるかなと思って行ったら結構なもんで、やっぱ埼玉出身だと隣っていう意識があって行けるのかなと思ったけど、結構な旅になってしまったということで、もっと行きたいんですけどね、群馬県まだまだちょっと制覇していきたいんで、はい、というわけで今回は新年一発目、スノーマでございました。今年もよろしくお願いいたします。はい、マスクごちそうさまでした。はい。